はい、I'm Harry.Experience a s Harry. t h i s is polyjuice, h a n を飲むと、やられたらやり返す。バイエースはい、ハリー・ポッターと、半沢直樹の、ハリ直ザワナオキと申します。どうも、よろしくお願いします。コミケ、ケロケロリ。皆さん、コミケご存知ですか まあ、コミックマーケットってあるじゃないですか、同人誌のオタクの祭りとか言われてますけれども、祭典と言われてますけれども、2年ぶりになんとコミケ、あのあのコロナでやってなかったから、2年ぶりについに開催されるんです、そのね、リアルなコミケがね。で、今回、そのオミクロン株とかそういうコロナの影響もあるから、PCR 検査、もしくはワクチン証明書が必要なんです。 これはどううしようと思ってもう絶対僕、コミケ今年行こうと思ってコミケ、俺の人生を変えてくれと思ってたんですけどなんとチケット売り切れ、売り切れチケット制なんです今回なんと3500円ぐらいするんですあのコ,コスプレの人はね、更衣室も使うから一般入場はもう有料のチケット制なんですけどもなんとそれ売り切れてたんですよ、皆さん。売り切れ。 私、買おうと思ったら、もう全部売り切れてて、えーと思って、人生変えてくれよ、コミケと思って、僕、考えてたのが、この針澤直樹よ。僕、コミケの半沢って言って、結構コミケ内では有名なんですよ。コミケの中のコスプレ会があるんですよ。このコスプレ界隈の中のさらに、さらにね、 コ,コ,スね、コミケのコスプレ界隈の中にさらに芸能部門っていうのがあるんですよ。コミケ行くと絶対芸能人のコスプレをしている人が集まる区画があるんですけども、そこへ行くと僕一応、半沢直樹、坂井雅人さんとして一応有名なんですけれども、コミケの半沢なんです。一番初めにやったのが艦隊コレクションの駆逐艦半沢ってやったの。駆逐艦半沢です。倍返しだってやってたんですけど、で、毎回やってるからだんだん有名になってきて、すごい愛され、なんかまた会えますねってなってたんだけど、 チケットが取れなかったんや今回コミケの。びっくりですよ。針ナ直樹でめちゃめちゃあっためてたネタがすごいあったのに、もうこれは絶対やったろうと思って。今、ハリー・ポッターのブーム来てるでしょ。だけどダメだった。で、もうこれはもう僕は転売、転売買おうと。転売のチケットでメーカーが買おうと思ったコミケの、ね、チケット。と思ったら、なんと5万円。コミケのチケット5万円。 ね、買えないよ、これ買えないというかあの、ね、買ってた、もしあったら、ただなんか、名前も刻印されてるんですって、本名が。だから、転売ダメらしいんで、しかも、僕が見たのはそのコスプレのチケットじゃなかったから、また買えなかったので、なんかね、コスプレので1個あったのが、女の子のやつ。 女の子、なんか間違えて女の子買っちゃったやつが転売されてた、定価で、多分これは本当に間違えたんだ、もうドジっ子がいて、なんか女の子のやつ間違えて買っちゃったんで、女の子のコスプレのチケット転売しますって3500円で、これは多分本当の、あの、ガチのやつ、間違えたやつなんだけど、もう、なんだろうね、女に生まれてくればよかったと思った俺は。そしたら行けたから、コミケね、その転売チケットを買って、それぐらい行きたかったんでございます。もう僕本当に 1一人コミケみたいなのやってやろうと思って、1人で、全部1人で、カメラマンもコミケ、1人でやってやろうかと思うぐらいちょっと悔しい、悲しいんですけど、だから皆さん、コミケ行ける方は楽しんでって来てほしいんで、それだけでも2年間あの、開催されなかったコミケだったから、熱量がすさまじかったんですよ。だから発売したらすぐ買わなければいけなかったんだけど、も僕、チケット制で初め知らなくて、やったなぁと思って、ずっと針澤直樹の練習してましたよ。 ボルデモートに倍返したの練習をずっとしてました、家で。ねそれでチケット買おうと思ったら売り切れてるんだもんびっくりです。まあそんな感じで、コミケということは今年のコミケは熱いですよ。まあだから入場規制も含めて一体どうなるのかみたいなのもんで楽しみで、でだから呪術回戦も出てくるだろうし、まあブームのハリー・ポッター、イカゲーム出てくるでしょうし、エヴァンゲリオンもね、ありがとうエヴァンゲリオン的な感じで出てくるだろうし、一体ネタコスプレ、僕みたいなネタ、笑かすネタコスプレってあるんですよ。ネタコス みたいな感じで言われるんですけどもまあ一体どんな逸材が出てくるのかコミケ993031、えー、日の1日の2日間だけなんですけども、えー、開催されますので楽しいよう注目ですそんな感じでコミケのチケット買えなかった有沢直樹でしたチャンネル登録してくれないとエクスプレイアウスありがとうございましたいつか明るく笑える未来が来ると信じている全ての皆さん 君たち世代の逆襲をいや倍返しよ。私は心から期待している。